私の地元名古屋市緑区に全国から武将隊が来てくれました。ありがとうございます。ねえ、緑区民の願いが叶いました。愛知県民の願いが叶いました。さあ、今から行われるのは武将隊演舞ステージでございます。今日これを楽しみに来たよという人、ありがとうございます。その人たちのためだけにやります。嘘です。初めてね、全国の武将隊を見るよという方々もたくさんいらっしゃると思います。その方々もぜひ見ていってください。全国にはこんな面白い武将がいっぱいいるんだよということ。嘘です。真面目な武将もたくさんいらっしゃいます。中にはちょっと変わった武将さんもいらっしゃるんですけども、その全国から集まった武将隊の皆様に素晴らしい演舞ご覧いただきたいと思います。それでは早速最初の団体を、カメラの準備はよろしいですか。まだまだ、じゃあもうちょっと繋ぎましょうか。早くして、そんな繋げないんですから。さあ、それでは最初の団体ご紹介したいと思います。まず最初はこの方々です。グレート家康公青い武将隊、悲願の天下統一を果たし、264年の長きにわたる太平の上へと導いた徳川家康公、そして家康公を支えたこの与力たち。激動の平成のように、この8人の戦国武将が家康公をふるさと岡崎によみがえりました。家康公が生涯かけて願った平和を心に掲げ、時空を超えてその望みを伝えていきます。それではご登場いただきましょう。グレート家康公青い武将隊。Yeah, you know.
手を切り開いて描く未来は天下太平のよ道なき道を行け怒りの敵と思え途中お見苦しいところを見せしまいまして誠に申し訳ございません。どうもこちらにオイルラムなどもね、そうですか、ございましてね、ちょっと罠がございましたので、そう申し訳ないですね。いつもビシッと決まってるんですよ。おはようございます。いつもビシッと決まってるんです、ね、皆さん初めてです。心をね和らげようと思った次第でございます。さすが殿。さすが殿でございます。わしの演舞がいまいちだったのでこれより負け時を行いたいと思います。違います、違います。違うか、違うか。わしら初っ端でございます。そうかそうか、勝ってください、勝ってください。次の方出にくくてしょうがない。か何かに勝ちたいな。はい、勝ちたい。それでは皆さん、青い武将隊の方、青い武将隊が殿いや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 、はい、この中でですね、我々青い武将隊が好きだというお方は一人でもおられましたら、わし勝ち時を上げてまいりたいと思います。はい、ありがとう、ありがとう、はい、それではその気持ちを込めて皆々と共に勝ち時を上げてまいる。それでは皆ご賞を願う。それではまいるぞ、勝ち時だ。それえいえいおーえいえいおーえいえいおー、ありがとうございました。
ステージ上は至って普通でございます。さあ今回ですね、いいですか皆さん、こういった変わった武将隊の皆さんもいらっしゃいます。最初めちゃめちゃ踊りキレキレかなと思ったらですね、トークグダグダみたいなね、その辺は今ね武将隊が伸び悩んでいる理由でございます。さあというわけでですね、今日はですね、どうしても俺に喋らせろというですね、なんか武将隊のご意見番らしき人がですね、なんかチカ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 ねずっといらっしゃるので、お呼びしたいと思います。金色の人です。待て、名前を言え、わしの皆の者、名古屋おもてなし武将隊前田利家である。拍手。すごい人じゃな。まあ、全国武将隊今ご意見番と、はい、いうことで君臨しておるわけなんじゃけれども、はい、というわけでちょいちょい出てくるから、こうやって。そうですか。さよさよ、お主と共に。ちょっとめんどくさいんで。めんどくさいって言うな。そうですか。わしを目の前にしてめんどくさいって言うな。あ、そうですか。まずですね、今日まず最初にご披露いただきました、グレートイエスコ青い武将隊の皆さん、もう一度お越しいただけるでしょうか。青い武将隊の面々、徳川殿、徳川殿。今もうあれですか。ありがとうございます。一度呼び込みさせていただきますのでね、徳川一団が。ありがとうございます。では前の方にお越しください。はい、徳川殿。ぜいぜいじゃないですか。めっちゃ息上がってますけど、一人だけ体力の消費量が半端じゃない。皆様、今日はですね、ここ愛知県この名古屋市緑区にコロナ豪雨の方々が来てくれました。何かですね、一言いただければと思っております。みんなかようにようまいった。いつからそんなキャラになったの、徳川殿。さっきまでそんなんじゃなかったでござる。いつもわしはこんな感じでござるが、どうかなさいましたか。違いますか。違うんですか。いやいや、熱量がすごい、はい、熱量が、はい、急に上がり、家臣たちも止めに来ないっていうね、もう、もはやほったらかしと。ありがとうございます。ではですね、この後もですね、いろんな武将隊出てきますから、うん、後ろでですね、首を切るなり好きなようにしてください。どういうこと。好きどういうことだ。よくわからないんですけど。せめてそこは息あっとってくれよ。すいません、うん、適当なんです。出てこいせん。まあですね、これからもいろいろね、展開地決定戦もあると思いますけども、まあ、頑張ってください。ありがとうございました。グレート家康公青い武将隊の皆様でございました。うろでござった。ありがとうございます。さあ、トシエ様、うん、この後ですね、今回12団体今からご披露いただくわけですよ。すごいな、多いものじゃな。そうなんです、早速ですね、次の